パリエン軍は台南部トラン県にある軍である。日本語ではパリエンとも書かれる。パリエンとはマレー語のプランターがなまった語と言われている。もともとはムアンパッタルンの領域であったが、1791年人口が増えてきたのでムアンパリエンという都市が置かれ独立した。この時パリエンの町は現在のタムボンパリエンにあった。 1887年外が現在のタムボンターパイヤーに移動した。その後、1891年、ラーマ5世はムアンパリアンをムアントランの管轄下に移した。1895年、ムアンパリエンはターパイヤー軍という名で軍となった。2年後、ターパイヤー軍の軍長はバーン、ヨンサターに移転。1897年、ターパイヤー軍はヨンサター軍と改名した。 その後1939年に再び解明がありパリエン軍となった。軍庁はパリエン川の形成した平地にある。軍内の主な水源はパリエン川である。軍の東には山岳地帯が広がり、風光明媚な滝が数多くある。軍西部は海に面しており、レーム4サターというビーチがある。交通は国道404号線が北に伸びており、トラン方面と 南に416号線が伸びておりサトゥーン方面と通じる。主な産業は農業、漁業である。農業ではパラゴムの木の生産が盛ん。また、魚の養殖なども行われている。軍は10のタムボンに分かれ、さらにその階に85の村がある。自治体があり、以下のようになっている。テイサバーンタムボンターカーム、タムボンターカームの一部。また、 軍内には10のタムボン養成体がある。なお、以下のリストで結番のタムボンは、現在分離し、ハートサムラーン軍を形成しているタムボンである。ありがとうございます。